一番先の予報、7月11日火曜日の夜8時まで見ることができるんですが、非常に平成かつ穏やかな太平洋、フィリピン海の大海原を映し出しております。全くもって不穏な動きがない予報、非常に枕を高くして安心して寝れる最新情報となっております。まあ直近7月のですね、中頃あたりまでは台風発生の兆候というのは現時点ではなさそうな予報となって いる。 というのがですね、2日時点の最新情報になります。これは短期的に見た場合なんですけれども、中長期的に見た場合ですね、4月31日の海面水温の予想図をご覧いただきますとわかるように、異常な上昇を続ける予報が発表されているということですね。海面水温がこれだけ高くなるということは、熱帯低気圧の発生並びに台風への発達と、成長の条件の一つに海面水温26.5度以上という要素がとても大きく影響してきますから、やはり先行き8月、そして 台風シーズンに入る9月10月となりますとどうなるか予想できないというのは私自身の個人的な率直な感想になります気象庁の今後の1時間の降水量ご覧をいただいております明日7月3日午前9時までの予想も含みますでここですねこの九州地方 非常に危機的な予報となっております。まあ、線状降水帯が発生するかどうか、というところまではですね、予報されていないんですが、ニュースメディア、気象サイトでは、明日3日、 にかけても激しい大雨の予報がですね九州地方に出されているということが報じられておりますのでえ引き続き厳重な周囲のもと最新情報をこまめにチェックをしつつですね事前準備をバンバンにしていただければ台風速報の時間がやっ で、参りました。2023年7月の2日日曜日午後6時57分50秒現在の台風4号タリムの卵となる熱帯低気圧並びにその前身となる活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部の発生予測に関する最新情報を速報でお伝えします。ご覧いただいているのはウィンディのグローバルフォーキャストシステムアメリカ海洋大気庁のアノクションモデルをベースします GFS モードなんですけれども解像度の方はですね ECMWF モードと比べると 22キロ地方のメッシュ正方形内のすべてのドットのデータが保管されるということで若干粗めとなっております一番先の予報7月の12日水曜日の午前0時まで見ることができるんですがこの日の太平洋フィリピン海の海上の予報を見ておりますと全くも で、不穏な動きなし。平成かつ穏やかなフィリピン海太平洋の大海原をご覧いただいております。この続き、7月の11日火曜日の午前0時からの続きをトロピカルティビットの GFS モードでご覧いただきましょう。予報時刻が7月12日の午前3時からとなっております。一番先の予報、7月の18日の午前9時まで見ることができるんですが、フィリピン海太平洋の大海原、 全くもって不穏な動きなし、平成かつ穏やかな大海原を表しております。途中で一個気になると亜戦が現れたんですけれども、一瞬ですね、7月4日火曜日の午後4時の予報、この時日本列島 東のののの海上に中心気圧圧ヘクトトパスカルル周辺の最大風速毎秒17メートルの低圧部の等圧線が現れますしかしながら、これは台風ではありません。なぜならば、これ発生地ですね。日本列島の南の海上、まあ厳密に言うと亜熱帯地方からではあるんですが、この関東地方の南の海上から突如として現れてきております。まあ厳密に言うとですね、伊豆諸島のあたりから現れてくる等圧線になりますので、これだけ近い位置から 現れてくる低圧部の等和線というのは台風にはなりえないと。 いうことが言えます。ヨーロッパ中期予報センターの気象モデルをベースします。ECMWF モード。メッシュは9キロ手法となっておりまして、9キロ手法の正方形内の全てのドットのデータが保管されるということなんですが、3モード中一番細かいメッシュとなっております。ヨーロッパ中期天気予報センターによって提供される非常に正確なモデル。他の予報モデルと比較して明らかに小車です。このモデルは商用モデルであるため、世界でも数社しか提供しておりません。 という解説が付されておりますように ECMWF モードヨーロッパ中期予報センターの気象モデルはですね世界最高クラスの予報制度を持つと言われております一番先の予報7月11日火曜日の夜8時までに見ることができるんですが非常に平成かつ穏やかな太平洋フィリピン海の大海原を打ち出しております全くもって不穏な動きがない予報非常に枕を高くして安心して寝れる 最新情報となっております。ドイツ気象局、ダイチャ・ウェターディンツの気象モデルをベースします。アイコンモードでもご覧いただきましょう。こちらは5日間予報になります。一番先の予報、7月7日、田野金曜日の午前0時まで見ることができるんですが、この先をトロピカルティビットのアイコンモードでもご覧をいただきましょう。7月7日の午前3時からご覧をいただきましょう。 一番先の予報、7月7日の午後3時まで見ることができるんですが、まああまりですね、先の予報までは見れないんですけれども、まあ、いずれにしましても全くもって不穏な動きないの、全くもって不穏な動きのない、 フィリピン海太平洋の大海原が映し出されているのはお分かりいただけますでしょうか米軍 JTWC ジョイント台風ワーニングセンター、アメリカ海軍の合同台風警報センターの最新情報もご覧いただきましょう。衛星イシュータイム発行時間が7月2日の本日の 午前6時00ズールですから、これを日本標準時に修正をいたしますと、本日2日日曜日の午後3時点の衛星画像ということになります。この点線の枠内が北西太平洋、ノーサスペクトエリアーズ、疑わしい領域はありませんということです。気長庁の台風情報、更新します。7月2日日曜日の午後7時05分11秒現在、台風情報を発表していませんということですから、台風は愚か、卵となる熱帯低気圧も発生していないということになります。えー、海面水温 実況を見てまいりましょうこちらは予報ではなく実際のデータに基づいた実況となります7月1日え昨日の時点の海面水温ですご覧ください真っ赤っからマックス30度の海面水温これだけの広範囲にわたって広がっております日本列島はこの位置にあるんですが 海面水温が徐々に徐々に上がり始めているということを表しております。この海面水温をなぜ気にするかというとですね、熱帯低気圧の発生ならびに台風への発達と成長の条件の一つに、海面水温26.5度以上という要素がとても大きく影響するからであります。 海面水温が上昇すると大量の水蒸気がその分海上に放出され続けることで台風のエネルギー源となる潜熱も大量に発生し続けるから。 あなんですけれども、1ヶ月間の予想もご覧をいただきましょう。こちらはですね、予想図の方は北緯20度より北側しか見ることができないんですけれども、7月に入ってから徐々に徐々にですね、日本列島近海の南の海上の海面水温がぐんぐんと上がって いいくのがお分かかりいただけるでしょうかこれ、あくまでも予想ではあるんですが、一番先は7月31日まで、えー、見ることができます。7月31日の海面水温の予想図、日本列島の近海、えー、もはやですね、近海ではなくもう四国地方、九州地方のすぐ近くの海上までもが真っ赤っからマックス30度の上昇する海面水温が 予想されております。で、これは毎回申し上げていることではあるんですけれども、日本列島の近海、近い海域での海面水温はこれだけ上昇するとなると、南側ですね、このフィリピン海の、フィリピンの東側の海上では当然のことながら、海面水温がマックスの30度の海域が非常に広くなるえということを表しております。 これはどういうことかというとですね、今までに経験したことのないような恐るべき強烈な過去最強クラスのスーパー台風が発生する可能性もなきなしにもあらずということが予想されます。まあこれはあくまでも私個人の感想ではあるんですけれども、引き続き警戒が強まって おります中厳重な注意のもと最新情報をこまめにチェックしていただければと思いますも,もちろん海面水温が高いという単一の要素だけで、えー、即座に熱帯低気圧が発生して台風へと成長発達する、えー、ということにはなりえないんですけれども危惧すべき状況であるということには変わりありません梅雨明けの情報なんですけれども7月2日現在ですねまだ梅雨明けが宣言されているのは沖縄地方と奄美地方のみということ となっております。気象庁の天気図なんですが、明日3日午前9時の予想、そして4日、明後日9時の予想になりますが、まだこの梅雨前線がですね日本列島の南の海上に停滞をし続けております。まだまだ梅雨の時期は続くのかなという天気図になるんですけれども、今しがた更新をし。ました 気気象庁の週間天気予報です7月2日本日19時発表。今7時11分ですから、まだ更新されたばかりの週間天気予報となります。明日3日の月曜日になりますと、九州地方は全域で雨の予報。まあ、関東地方も多くのエリアで雨となって、 おりますやはり、注意したいのは九州地方の大雨なんですけれども、4日の火曜日、九州地方は引き続き雨。晴れ間の広がる地域がですね、近畿地方と北陸地方、それから中央高知の長野県となっております。5日の水曜日、雨の範囲が西日本から徐々に徐々に広がってきております。北陸地方、それから東海地方のあたりまで雨の予報。九州地方はずっと とですね、明日、明後日、しあさってと3日間連続で雨の予報となっております。6日の木曜日、雨の範囲が東日本以北、北海道まで広範囲にわたって予報されております。7日の金曜日、九州地方、まともや全域で雨、四国地方と山口県も雨ですね。厳密に言うと四国地方は西側が雨となっております。それ以外は曇り。 8日の土曜日、西日本から東日本にかけて、関東地方まで広範囲に雨の予報が発表されております。曇りは北海道と東北地方と北陸地方の新潟県。沖縄地方は、沖縄本島は晴れの予報となっております。9日の日曜日、雨の範囲が本州全域にまで広がりました。北海道のみ曇り、九州、四国地方も雨、 ということで、一番先の予報、9日の日曜日は雨の範囲が広がるということになっておりますが、こうして一週間の天気予報を見ておりますとですね、特に九州地方の北部の地域では、もう一週間を通してずっと雨が続くという天気予報が、気象庁の最新情報で発表されているということになっております。 おりますそれではまとめに入りましょう。まあ、とりあえず、7月の上旬。 11日頃まではですね、えー、枕を高くして寝れる日々が続きそうな最新情報がですね、えー、ウィンデーの3モードで確認できたということになっております。ただですね、トロピカルティビットの最新情報を見てみますと、GFS モードの一番先の予報では、7月の18日の朝9時まで見ることができるんですが、台風4号タリムの卵となりそうな低圧の等圧線というのは、 現れなくなくっております直近7月のですね、中頃あたりまでは台風発生の兆候というのは現時点ではなさそうな予報となっている。 というのがですね、2日時点の最新情報になります。これは短期的に見た場合なんですけれども、中長期的に見た場合ですね、4月31日の海面水温の予想図をご覧いただきますとわかるように、異常な上昇を続ける予報が発表されているということですね。海面水温がこれだけ高くなるということは、熱帯低気圧の発生並びに台風への発達と、成長の条件の一つに海面水温26.5度以上という要素がとても大きく影響してきますから、やはり先行き、 8月そして台風シーズンに入る9月10月となりますとどうなるかあ予想できないというのは私自身の個人的な率直な感想になりますということで今後もですね台風速報チャンネルは台風に関する最新情報を最速で速報でお伝えしてまいります台風の動向が不安で心配で夜も眠れない方またあそうでない方もぜひチャンネル登録をしていただ チャンネル登録をしていただくことによって、正確な最新情報をいち早く入手していただくことができるようになります。これは、事前準備を万般ンンにし、かつ、心の準備もできるということで、防災に最大限にお役立て、フルにご活用いただければと願っております。まさにこれこそが、当台風速報チャンネルの存在意義であり、かつ、真の狙いであり、メインテーマでもあり、モットーであり、コンセプトでもあると。 おういうことになります。私からは以上となります。ヨーロッパ中期予報センターの気象予報、あ、ですね。ヨーロッパ世界高、世界最高クラスの真っ赤っく、うまあ、あまりですね、<に>上、先の、やはりですね、えー、危惧すべき、えー、この、